皆さんは8020運動というのをご存知でしょうか。80歳になっても毎日20分間の運動を行うということじゃないんですよね。80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動です。20本以上の歯があれば食べ物を簡単に噛み砕くことができると言われているそうで、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わってほしいという願いを込めてこの運動はスタートしました。県内の8020達成者の割合は令和4年は 57.2%、 県ではその10年後の令和14年の目標値を 85% に設定しています。ということで今回のサンデーファイブは、いくつになっても歯なしにならないためのためになる歯なしをお伝えします。このダジャレは歯なしにならない、歯なしにならないのが大事。歯科医院には歯が痛い時だけ通う人が多いそうです。という私も歯に影響がないとなかなか足を運ばないんですけどね。痛みがないと忘れがちな歯の健康、食べること以外にも重要な役割を担っているというんです。陣内さんが訪ねたのは県民の歯と口の健康維持向上を目指している県歯科医師会です。安藤さん、はい、歯も体の大切な臓器の一つだというふうに言われていますが、はいはい、体の健康にどう密接に影響するんでしょうか。はい、歯はですね、物を食べるにあたって噛み砕くと、食物を噛み砕くということで大事な、機能を果たしております。よりよくですね、咀嚼をしてですね、美味しく食事を食べることで、栄養をしっかりとって筋力の低下を防いで、よく咀嚼することでその他の脳のですね、活性化とかそういった効果も期待されるということが分かっております。それだけに健康に保っていたいですよね。うん、はい、歯の失う病気 の、 原因は虫歯と歯周病と言われています。虫歯はこっちの中の細菌によってですね、歯が、溶けてしまう病気ですね。歯周病はですね、歯茎に炎症を起こす病気なんです。日本人のですね、成人の8割がかかっていると言われている歯周病なんですけれども、最初のうちはですね、ほとんど症状がございません。いわゆるサイレントキラーと言われていまして、何十年という単位で徐々に進んでいって、歯と歯茎の間に歯周ポケットという深い溝ができてきて、歯茎が腫れて炎症を起こしてですね、化膿したりとか噛めない、痛いなんていう症状が出ると、最悪抜歯ということにもなってまいります。またですね、歯周病に関してなんですけれども、全身との関わりも実はですね、あると。心疾患であるとか、あと低体重時の出産のリスクが高まるとも言われております。あと糖尿病ですね、糖尿病の方は歯周病が進行しやすい、悪化しやすいと言われているんですが、その逆に歯周病に慢性的にかかっていることで血糖値を下げようと努力をしてもですね、もうなかなか効果が出ないということがあるそうなんですね。これは歯周病のせいで、糖尿病の悪化の原因としても、最近は認められております。体、そして歯と口の健康を保つためにかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受診することが大切です。令和4年の調査では過去1年間に歯科検診を受診した人の割合は 56.3%。 そこで県では令和14年の目標値を 95% に設定しています。こちらの歯科医をかかりつけ歯科医にされているのは、おととしのハッピーカムカム8020達成者コンクールで最優秀賞を受賞した方なんです。今まさに定期検診を受けられています。斉藤さん、はい、阿鼻子さんの歯を見ていかがですか。やっぱりお手入れがね、すごく上手で、歯と歯の間のところまで綺麗にしていただいているので、それが第一番だと思いますね。
一昨年最優秀賞受賞されたということで、どういうところが受賞理由になったと感じてますか？虫歯や歯周病がない方っていうのは意外といらっしゃるんですけども、それだけではなくて、お体 全身でね、健康を保ってらっしゃる。やっぱりお口の中の健康と、あとお体全体の健康がね、一番マッチしててお互いに影響してるんだなっていうのが一番わかる方だと思いますね。いかがですか、先生からそういうふうに言われてますけど。やっぱりいくら歯磨きしても自分の癖もあるし、磨きの届かないところも必ずあると思うんですよ。それをやっぱり定期的に先生のところで手入れしていただいたっていうのが、私は一番大きいんじゃないかなと思うんです。でそれによって歯が丈夫だと何を食べても美味しいということで、それがそんなにお医者さんにかかることもなくここまで来れたんじゃないかなと思ってます。お口の健康管理を通して生き生きとした生活が送れるようにと斉藤院長が手渡したのは、なんと丸バツのプラカードです。それではね、歯の健康にまつわるクイズをしたいと思います。第1問、奥歯が1本なくなると噛む力が半分になってしまう。奥歯が1本抜けると、はい、噛む力が半減するかどうか、はい、じゃあ行きますか、はあ、一斉のせで出しますか、はい、せーの、あら、あ、分かりましたね。正解は丸です。あら、やった50% でなくて 100% ダメなのかなと思ってました。噛む力を測る測定器があるんですけど、その1本だけにかかる力ってだいたいご自身の体重ぐらいかかるんですね。特に第一第九歯っていう歯が一番能力が高いんですね。どの部分になるんですか？奥から2番目の歯です。今私舌で触ってますけど、あまり意識したことがないその大切さを、はい、そんなに大事なんですね、はい。第二問、歯磨きの後十分ゆすいだ方がいいかどうか。そう言われてみると、なんとなく言われてみるとみたいな感じですけど、自信ないです。せーの、あら割れますね正解は×です。×、アリコさんが正解。磨き粉の中にあるフッ素、このフッ素の効果で虫歯を予防できるんですけども、このフッ素ができるだけ歯の表面に長くついていてほしいんですね。ですので一回簡単にゆすいでいただくくらいで大丈夫だと思います。では第3問、歯を失う、歯が抜ける原因で第1番目は虫歯である。これはこっちかなというの ありますか、美子さんも。こっちかな、私もなんとなく。じゃあ行きますよ、はい、せーの、はい、あ、違う違う、全部違う。正解は虫歯ではなくて歯周病なんですね。歯周病かさらに歯科衛生士さんに虫歯や歯周病を防ぐための歯磨きのポイントを教わりました。まず歯ブラシの基本的な持ち方は鉛筆持ちがおすすめだそうです。メリットはどんなところですか？力 の入れすぎを抑えることができまして、適切な力で磨くことができます。力を入れすぎないことも大事なんですか？そうですね。まず歯と歯茎の境目、あと歯と歯の間、ここに当てまして、横に細かく、できれば1本から2本ぐらいを磨く目安で動かしていただきます。回数としてはどれぐらい磨けばいいんですか？そうですね、1箇所につき20回ぐらい往復していただけるといいと思います。あとは歯肉が腫れているっていう場合には、歯と歯茎の境目、角度としては45度ぐらいに当てていただいて、で丁寧に歯茎をちょっとマッサージするような形で優しく動かしていただければいいと思います。強さも変えた方がいいんですか？
そうですね、あまり強くならないように歯茎が腫れている場合には、なおさら優しい力で磨いていただいた方がいいと思います。こういう磨き方だと時間はかかりますよね。そうですね、丁寧に隅々まで磨いていくと、10分から15分ぐらいかかるかと思います。また歯ブラシの届かない歯と歯の間の歯垢を効果的に取るには歯間ブラシやフロスなどの補助用具を使うことが有効です。県内ではこのように歯や口の健康づくりをサポートしてくれる歯間衛生士が不足しています。そこで県や県歯科医師会などでは一度出産などで仕事から離れた歯科衛生士の復職をサポートしています。興味のある方は二次元コードから友達登録していただくと復職に役立つ情報をお届けします。また県では歯と口の健康に関する総合的な窓口口腔保健支援センターを設置しています。センターの主な業務取り組みはどんなことになりますか？当センターではかかりつけ歯科医を持ち定期的な歯科検診の受診を呼びかけております。その一環として山形健康フェアでは歯科医師や歯科衛生士がお口の悩みに応える歯科相談コーナーを設置して普及啓発に努めております。その他歯科保険医療に携わる担当者などを対象に研修会を実施しております。また怪我や病気、介護などによって歯科医の通院が難しい方にも山形県在宅歯科医療連携室を県歯科医師会内に設置し訪問歯科診療に対応した歯科医におつなぎしております。ところで陣内さんは歯周疾患検診ってご存知ですか？確か対象年齢の方に歯科検診を受けてもらおうというものですよね。そうですね、これまでは40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に歯科検診の取り組みを進めてきましたが、近年若者で歯周病にかかる方が増えていることもあり、今年度から新たに歯周疾患検診の対象年齢に20歳、30歳が追加されることとなりました。対象の方にはお住まいの市町村から案内や受診券が送付されますので、ぜひ積極的に受診してください。歯と口の健康、大事なことを今回本当に感じました。ぜひ受けていただきたいですね、はい、それでは県からのお知らせです。村山市にある県環境科学研究センターでは親子で楽しむ科学体験デーを開催します。6月22日は自然観察会、29日にはセンターを一般公開します。自然観察会および科学実験体験は事前の申し込みが必要です。入場料は無料。ご来場お待ちしています。県産フルーツを使ったパフェや各店オリジナルのスイーツなどを午前中に楽しむ朝パフェ山形キャンペーンを実施しています。スマートフォンで参加できるスタンプラリーを6月30日まで開催中。スタンプを集めると抽選で素敵な商品が当たります。7月からはインスタグラムキャンペーンも開催予定。詳しくは特設サイトをご覧ください。次回の山形サンデーファイブはガッサンのブナ林トレッキングを楽しんできました。この時期にしか見られない植物や貴重な黒山椒魚の産卵シーンなど見どころ盛りだくさんです。森の中の朗読会にも参加してきましたよ。どうぞお楽しみに。